パパパパンパパパパンパパパジャマジャマンマンマン。みんな元気か？ウィニングレブン楽しんでるか？飽きてんじゃねえか？ジャマに飽きてんのか？どうなんだろうな。やっていきましょうってことで、うーん、厳しいね、厳しい戦いになってますけども、5連勝目指していきましょうということ。コメントボンバー室伏浩二さん、もうチャマの手の内は知り尽くしたということ。それでも負けるんやろな室伏浩二さん、それでもチャマに負けるんやろな、勝てんのか。いやでも俺ね、実際動画で言ってないね、強い技まだいっぱいあるんで、それを出すだけです。挑んでこい室伏浩二。グリーズマンジさん、優先なんですけどエラーが発生したため PSN からサインアウトしましたと何回も出て切断試合になるんですけど、どうしたらいいですか、お願いします。あ、こソニーにね連絡したらいいと思いますよ。スカイツリーミナさん、あなたは何がしたいの。マジでさ、マジでスイッチの動画激アレなんだけど、そんなに子供たちが怒らしてしまったのか。ちゃま、チアゴシューバー使ってます。チアゴシューバーがね割といい、マジで。今週でかいやつもあんまいないし。イサクアレクサデサンデルさん、今日の実況面白かった。あ、一昨日のね、実況がおもろいっていう人もいるんやな。アンパンマン斉藤、最強のアンパンマンさん、選手の体力回復がよくあるか分かりません、誰か教えてください。いや、あのね、あ、そう、分かんないのか意外と。あの、試合しなければ回復します。だから使わなかったらいいんですよ。だ、一番いいのは2つスカット作って交互に回せば、あの、回復薬とか一切いらずに、1試合ずつ A と B、 A が疲れてて A で1試合するでしょ、で A 疲れる、で B で1試合するでしょ、で B 疲れる、でも A 回復、こんな感じでここ永遠に。うん、ただまあよくない、何が悪いかっていうとね、結局戦力がねもう2分の1しちゃうんで、若干こう平均が落ちちゃう、そこの辺がパーパーですね。うん、あとはやっぱ選手によって動き方が違うんで、いつもやっぱね、基本的にはいつも一緒の試合運びをしたいわけですから、同じ形のね、でそれでまあ相手によって細胞を変えていくっていうのが一番いいわけですからね。なかなか難しい、お願いいたします。さあ、ラインご覧、どうだと。これやっぱグリーズ、グリーズが生きてんのかな、これ生きてほしくないんだけどね。これボアテングパーパーしちゃうんだよな。クリバリドンマイ、チアゴシューバーのね、あ、まあ、あのね、ブアランさ、いいとヘディングとかやっぱ強いんだけど、ポジショニングが悪いというか、判断が悪いというか、なんかこうスルーパスとかの反応がちょいちょい悪い気がするんだけど、俺だけかな。俺ブアランをさ、戦場の真ん中で使ったら結構それ怒ってくるんだけど、でイグアインは最強なのやっぱり、あのからもうダーンだから、ダーン、あんなプロのねサッカー選手見たことある、見たことありませんよ。ちゃんとこうね、手順っていうのがあるでしょ、強いシュート打つためにさ、体のなんか手をさこう振り子のように使ってとか、重心をどうこうとかあるでしょ、関係ないから、ググーからドーンだから、もうもう爆薬かなんか仕掛けられてるとしか思えないような、あの、理屈ですよそれは。いいね、綺麗に、キエリーニはね、戦場にしても悪くないんだけどね、何なんだろうね、ブアラン、まあ、キエリーニの方がいいからね、総合値は。サイドー、中ー、あ、グリズマン、今、グリズマンにね、の方向、スティックぐっと倒したんだけど、完全にやっぱネイマール行っちゃったね。パッサージの、結局さ、どうなの、ゲージの強さなの、その選手、誰に出すかなっていうのを決めてるのはさ、ゲージの強さなのか、スティックの方向なのか、どっちもなのか、今はもう完全にグリーズマンが離れちゃってたから、グリーズマンの方には出なかったのかな。まあ、スルーパスで出したっていうのも関係あるのかな。罰だったら通ってたのか。よくわかんないね。せちがらい世の中です。起きた。ネイマール、お前を信じるぞ。早いな、今日、今週のネイマール。お前、そのクロス、本当？思わず聞いちゃうよね、そのクロス本当って。はい、あ、そやさ、火曜日メンテあったじゃん、昨日か、築地メンテだっけ、あれでなん か軽くなったりした。今週でもそんなに重くなかったか、もともとが。どうせだったらさ、先週やってほしかったよね、そういうのな。先週バチクソ重かったからな、ほんと。えい、さら、そいつに返しちゃダメだろ。
おお、よしよし。あ、これ誰です。ここ結構あれだね、急がないね。もうちょっとドリブルとかで早めにさ、ロナウドかな、相手の走ってたから出せばいいかもしれないけど、ここでなんかちょいちょいねワンツーって入れるの、あれこれ多分ね厄介ポイントだよ、この人の。あそこでね、何をしとんねんみたいな感じで取りに行ったら、あのパスがそのなんていうの、それを その取りに行ったらそこが空いちゃってパスが通るみたいな。だあそこね、実は行かない方がいいんじゃないか言ってるけどね、俺言ってるけど今んとこ実は。あーやばい、そんなにグーンなるとは思わんかったな。あ、サラーサラーのスピードでさ、ディフェンスの能力とか低いんだろうけど、サラーのスピードがあるからか関係なく取っちゃうね。ディフェンスにも大活躍するわ。ネイマール様お願いします。神、あ、神神神、ここのパスが通る。あ、これ、あ、ロナウドにもっとビュッて言うね。あ、あれやる、あれ、あ、無理だな。ここもうちょっといい角度、うん、分からんね。ほら、ここここここ、これいいパス。あ、ちょっと間に消されてたわ。しかしここループにする、若干ループにする、ジャマの男前ポイント、皆さんに見ていただけたと思いますよ。今のはね、今のは素晴らしいですよ。あそこループにできる人なかなかいないですよ、うん、鳥取で一人ですよ、あそこループにできるのは。倍率で言ったら、倍率割合、うん、そうやる。あの茶まいれの龍騎が大学生だって、どう思う、来年の4月から、来年じゃ今年の4月から、あと2ヶ月ぐらいで、あの邪魔軍邪魔軍みたいなね、茶まいれに入った当初2年前か、高1とかだったんじゃない、高2かで、右京がこう、え、右京が、いや右京中3だったんじゃない。時の流れはボンバーですな。右京中3か。2015だから、2年前だよね。早いね。邪魔軍、邪魔軍ね。ウイレ2015の邪魔入れだから。だよね、2016だっけ、いや、2015だよ、ね。せちがらいね。せちがらくはないか。これ勝てないな。ジャマ君ジャマ君言って、もうね、迷惑極まりないプレーばっかしてたよ、もうよく分からずに、チームプレーというもの自体を。チームプレーでね、あのフラするって強くないんだよ。なんでかっていうと、フラするって、フラするの強さって、受けてだ、ワンオンの時はさ、フラする出す時出す人を操作してるでしょ、で AI じゃん、だ AI が合わせてくれるのよ。だけどワンオンじゃない、チームプレーの時は出す方も受ける方もプレイヤーだから、こう出すでって思っててもこっちはしてたりするから、もう、うん、いやダメダメ、それを何回注意してもあいつフラスル出すし、でチームプレー重いからさ、あのワンオンより、ワンオンよりちょっと重い時、無線とやってる時ぐらいの気持ちでやんないとずれるよって言ってんのに、それも分かりましたって言いながら、もうなんだ、スルーパス、フリースロー、スルーパスじゃない、フリースロー、なんだフリースローじゃない、あのスローイン、スローイン後こっちで出してんだけど、こっち振っといて、もうゴールキックみたいな、誰もいないとこに、不思議だったわ、ほんとなんだこいつみたいな。その龍騎がね、今あそこで取ったら、あの角度つけてボンバー、しかも三角ちょん押しでいいっていうのを言うの忘れてたけど、さっきの動画でかなりの実用性あるわ。みんな大人になるんやな。あ、よしよしよし、どうなんやろね、結構ちゃまくんちチャンネル初期からもう4年目だからね、初期から見てるよって人はすごいよ、4年目、4年って痛い痛い、だってこ中小6だって人が高1だもんね、それはすごいわ。よくもまあそんなにウイニングイレブンだけで4年もやったなって自分でも。あ、これどう、おっ、いや惜しいな、
今カーソルか変えて読んでたかな。なんかちょっとでも違ったな今のパスの感じ。あの角度でいいんだけど、もっとねビュッて出すんだよな、さっきみたいに。ちょっともしかしたら画面の位置っていうの、奥から見てるか手前から見てるかみたいなのが変わっちゃったから、そういう風に見えたかな。だからこっちから出せばさっきの後半と同じ感じになるんだよね。これで、あでも こんな感じだったよね、ビュッてね。さっきビュッてなってなかったよね、ちょっと若干不安となってたよね。ネイマールがね、さっきもね角度つけて出そうとしたんだけど、コネコネでドリブルの入力がこうなんていうの、コネコネで入りやすいがあまり、カクカクでもね、あこのタイミングで角度ついたパス出せるでと思ってもワンドリブル入れたりするからちょっとややこしいね、ネイマールはね。これいけるんちゃうかこれ。あ誰もいいとこいないわ。あそうそう角度つけよう角度つけようと思ったらスティックの倒すタイミングが遅すぎて、まっすぐ誰もいないところにパスしてた。隆起状態になってるわ。おっといいじゃん。あダメじゃん、ペラッティから。その隆起もね、最近はウィニングレブンやってなくてね、デスティニーっていう FPS でね、 FPS のゲームでもう嵐認定されてね、そっちでね有名になっちゃったんだって。まあウィレの時からそういうね、あのやっぱ高校生とかね、人によるんだけど、まあたまにね結構いるんだよね、お前なんでそんなことしちゃうのみたいな、一時の迷いなのか。もうチームプレーとかでも邪魔入れですってプロフィールに書いておきながら、ワンオンでさ荒らしまくったりとか、チームプレーでなんか煽りまくったりしてさ、いやちょっと俺の責任になるからやめてみたいな、いや邪魔入れの誰々にこんなことされたんですがみたいな、俺が勝手にムカついてさ煽ってさ、邪魔くんムカつくってなったけど、邪魔入れのやつムカつくってなって、俺がなんか文句言う、もう責任者みたいな。ツイッターやっててさ、まあ、ツイッターみんなやってたんだけど、やっぱ一番みんながさ目立ってんの俺だったから、その時邪魔入れでね、イレブンのキャプテンだし、邪魔入れの誰々にいやすいませんみたいな、すいませんも言わんよね、いやちょっとそんなやついないって言ってたんだけど、もうめんどくさくて、そんな人はいませんみたいな、邪魔入れじゃないですみたいな、勝手に名乗っちゃってるんですよねみたいな、一応なんかトライアウトみたいなして落としたんですけどねみたいな、嘘ついてね、めんどくさい、知らんがなっていう気があるからね、グーン戻ってきたな。やっぱ数試合やったら戻るわ、だから数試合やった方がいい、もう決めよう、毎日どんなに忙しくてもウイレとフィファどっちも数試合はやると、うん、思い出話に花咲くな。そう、あれいいかもね。俺がさ、俺実力、普通さゲームのコミュニティってさ、上に行こうと思ったら、有名な人たちと絡もうと思ったら、その実力をまずつけなきゃいけないところがあるんだけど、まあ、例外はもちろんあるんだけど、特に俺例外中の例外、ようわからん、その当時で言えばうさんくさい YouTuber という存在でありながら、実力もない俺がいかにして有名勢と仲良くなったか、その方法、まあ、全てのゲームで対応できるかどうかわからんけど、伝授した方がいいんちゃうか。俺結構ねおるんよ、そのやっぱりみんなさ有名になりたいとか有名な人と絡みたいと思うんだけど、いやこの人絡み方違うなみたいな、それ失礼になってるよとかさ、それなんか鬱陶しく思われるよみたいな、なかなかねリアルのインターネットっていう文字だけの世界だからさ、リアルのそのなんていうの、学校とかさ社会とかだけで学んだ常識だけで全部ではね通らない。なんでカーソルずれてたんだろう今のロナウドね。金儲けできんじゃねえか。これからネットの社会がねどんどん広がっていくだろうけど、こうネットで有名な人と仲良くなる方法じゃないけど、ね、タイトルがわからんだ。全部言っちゃうねかな。全部言っちゃうねだ。多分、全部言っちゃうねだ。全部言っちゃうね。でも清水文一から出してるから、全部言っちゃうね2にするか。区別しなきゃいけないから。
でも大事だと思わないみんな。あの今 YouTube のコメント欄とか言ってもあんまりさ仲良くしようって感じはしないじゃん。喧嘩ばっかして、あそこでねみんな仲良くなって知り合いができたらね、俺結構実りある人生っていうか、もっとねもっと面白くなるんじゃないかな人生がと思うよね。大人になってからまたね金稼ぎ出して久しぶりに、あの YouTube のなんとかチャンネルでコメントしてた何々さんですよねみたいな、あみたいな、そうですみたいな、結構前からもう結構もう大人なのかなとかって仲良くなって喋り出して、いえ近所なんですかみたいな、ちょっと今度飲み行きませんか、おもろいおもろいと思う、全部言っちゃうね。どこ出版からか分かりませんが出版に向けてね早いと思いますんで、ぜひぜひお待ちください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。パー